ここの場所で生き延びたいと思います。ウサギ？鹿？食べれるんよこれ。食べんけどね。俺の第一食料。形にはなったんで、もうだいぶ日が落ちて寒いんで火起こしていきたいと思います。巻き集めてきます。さあ、じゃあね、これ何、猫じゃらし、猫じゃらしの枯れたやつを火口にして、この枯れ草につけて火つけていきたいと思います。燃えてしもうた。しょぼしょぼになった。足つかんないかな。一瞬で。もうちょい量がいるな。さっきは猫じゃらしでつかんかったね。次はこの草でやってみたいと思います。綿がついてるやつ。失敗。次。じゃ次は猫じゃらしとさっきのやつを一緒に混ぜたやつをでやってみたいと思います。ではもったいな。頑張れ俺。こっちにつけろ。燃えた。
Yes, yes, yes. あら、減った。よし、じゃあここをちょっと結んで風対策していきます。ビビたるもんだけど、隙間風は絶対入るけど、ないよりマシかなと思うんで、これ急なんでね、こんなもんでいいかなと。よし、すぐほどけるように。よいしょ、紐が1個余ったと。これでまた明日ここで結んどこうかな。寒いな。これじゃない。よっしゃ、暖炉をね、次は作りたいと思います。今川に降りてきたんで石を上に運びます。熱が逃げんようにね、外側を固めたいと思います。今から石をねやって料理できるように暖炉作りたいと思います。こっち側塞いだら熱も外に逃げにくくて、多分基地があったかくなるはず。でね、暗くなる前に今日のメインディッシュを、このトカゲをね、お腹開けて焼いていきます。じゃあ軽く洗って、もう閉めてあるんでね、でも丸ごといただきます。お腹だけ開けていきます。尻尾切れたかな。尻尾もね、ちゃんと食べます。入れとこう。取るときにこの先は切り離してどっか行ったんで。これなんだろう。卵かな。卵巣？卵？卵っぽい。ごめん母さん、いただきます。この状態で焼いていきます。じゃあ今種火の状態なんですけど、ここから火をもう一回復活させる、火力を上げる方法を紹介したいと思います。今こういう風にこうキャンプファイヤーみたいに十字に2本ずつで薪を組んでるんですけど、これの間隔を近づけます。近づけたら、へー出た。
近づけたら火力がアップするんで、じゃあやってみたいと思います。まずね、下の木をこう寄せます。寄せます。熱っ。へー、出た。で、近づけます。これだけですね。これで多分もうちょっとしたら火が上がると思うんで、待ってみましょう。で、また次火力を弱めて種火にしたいときは、この間を離す。離す、離す、離す。離してあげたら、まあ、ここちょっと今燃えてますけど、また種火の状態に戻ります。という豆知識でした。すいません、へー出ちゃいました。へー出た。ということで、さっき取ったカナヘビを調理していきたいと思います。普通に焼くだけですね。一緒に水も沸騰させます。俺の食事が熱っ。完成しました。トカゲの黒焼きです。いただきます。魚っぽい味しますね。魚っぽい。え、食べたことあるな、この味。なんだ？え、美味しい。魚と一緒だ。頭もいきますね。うわ、頭は美味しくない。頭は美味しくないです。頭はちょっと苦味があるし、骨が多いですね。でも身は川魚に近い味がします。物足りんな。明日の動く元気にもなら。ごちそうさまでした。ということで、もう今日は暗いんでこのまんま寝ようと思うんですけど、明日はもうちょっと拠点をしっかり作り直して、これだけの食料じゃ動くのに十分な食料って言えないんで、明日はお腹いっぱいになるようにもうちょっと食料をね、探検して探したいと思います。カバンにそこら辺の枯葉を詰めて枕にして暖を取りながら寝たいと思います。おやすみなさい。はい、今ね1日目の
どんな顔しとんだろう俺。やばいかな。めっちゃ寒くて鼻水出るし、1日目の夜を迎えてます。1日目の夜にしてもくっそ寒い。ほんまに周り影のところ雪ありますからね。そりゃ寒いですよね、こんな格好で。中はパーカーとその下にとヒートテックっていう状態で、めちゃくちゃ今寒いです。こうやってね、火焚いてますけど、どうなんて感じです。でもね、なんか1日目の夜にしてちょっとホームシックです。今寝つこうと思って地べたに寝たんですけど、あまりにも寒すぎてちょっと寝つけないんで、本当は地面に寝るのってサバイバルではあんま良くなくて、体温すっごいスピードで取られるんですよ、奪われるんで。枯葉とかをね下に引いて、少しでも体温を奪われにくい状況にして、もうちょっと火も大きくして薪も少し集めて、枯葉集めるついでにね、そういう状態にしてもう一回ちょっと眠りたいと思います。多分今日は朝まで長くなります。早くみんなに会いたい、マジで。おやすみなさい。今1日目の夜なんですけど、ちょっと空が明るくなってきたかな。期待しすぎかもしれません。めちゃくちゃ寒い。寝れんし怖いし、少しの物音で簡単に目が覚める。文明から遠のいたこの状況で、もう暗闇で一人だし、アドレナリンクソ出まくって寝れんし、物音したらすぐ起きるし、しかもめちゃくちゃ寒いです。体感温度は氷点下以下だな、本当に0度以下。多分実際の温度も多分0度ぐらいだと思うけど、そろそろね空が明るくなってきたかなって感じなんで、もうちょっとで朝が来ると思います。もう日の出から動きたいと思います。寒くて我慢しとれんわ、ほんま寝れんわ。寒くて寝れないですね。もうちょっと今明るくなってきたんですけど、ちょっと今日は魚が取りたいんで、この薄暗い間の薄暗い朝のこの薄暗い時間に罠を仕掛けたいと思います。今から罠作りたいと思います。ちょっとパパッと作って罠作るんですけど、まだ薄暗くてこうカメラで撮影するのとかも厳しい状態なんで、パパッと作って先に罠を仕掛けてきます。で、魚がもし取れたらその時にまた罠が、こういう罠ですっていうのを紹介しようと思います。この薄暗い間の時間にね、魚に警戒されんように罠を仕掛けます。餌はね、自分の排泄物です。うんちで、お尻は川で洗うと冷た。天然ウォシュレット、サップ、あやば、ケツ冷た。いや、パンツも濡れるし、ほんま、寒すぎる。ズボン、はい、ちょっと乾かそう。あ、これはまあ、お尻寒い。おお、今ね、このペットボトル2つにうんちしようとしたのに、うんちがでんっていう、マジででんかった。少量、それは飯食ってないんででんわな。ちょっとお尻乾かそう。ダメだこれ。これでちょっとケツ
乾かそう。びしゃびしゃだ、お尻が。すごかったね。